はい、こんにちは。元オリンピック日本代表の森高弘です。本日も森高弘塾アスリートプロジェクトをご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、陸上トレーニングのアドバイスをさせていただきたいと思うんですけども、まあ、皆さん、陸上トレーニングっていうのは腹筋だったりとか、バランスだったりとか、いろんな数多くの種目をやってると思うんですが、その種目によってどの種目、陸上トレーニングからスイムという形でどういうふうにつながるかというところをご紹介していきますので、こんなの知ってるよっていうかもしれませんが、そこをこういうことを意識してやるんだって思ってやるのとやらないのは全く違いますので、ぜひそこのところですね、ぜひ確認していただきたいと思います。はい、本日もですね、トレーニングご紹介させていただきます。本日は、スモールボールを使ったトレーニングをご紹介させていただきますが、今日のところはですね、ストリームラインの軸をですね、しっかり安定させるところ、これは少しキックのところにもすごく役立つトレーニングになってくると思うんですけども、泳ぐ時っていうのは、軸っていうのはできるだけこう胸とかで取るんではなくて、おへそのところ、これはよくこの森塾でも意識するときにお腹のところを締めるとか、腹斜筋のところを締めるとかっていうことをよく言ってますが、この部分を意識する形で、ボールをですね、ちょうどおへそのところ、軸にするところですね、に置いていただいて、でその状態で足を動かしていく、することによって、軸を基準にすることによって、結構このスモールボールを使うことによって、このおへそのところやりますから、このラインも腹筋の部分と背筋の部分、これで動いてるときに腹斜筋もね、意識しないと意外と体がブレてしまいます。そこのところを気をつけながら足を動かす。で、皆さん考えていただきたいんですけど、ストリームラインっていうのはただ伸びてるだけじゃなくて、皆さんは壁を蹴る、飛び込んだ後っていうのは上半身をまっすぐにした状態で足を動かすという意識でやってると思うんで、そこのところをグッとキック蹴った時にこっちが動いてしまうとバランスが、取れないのと、あとそこで抵抗が出てしまいますので、しっかりと基準として、もちろん足を動かすというところがすごい重要になってくると思うんですけども、しっかりとおへそのところをしっかりと基準に、まず上のところをしっかり作った状態で足を動かすようにぜひやってみてください。はい、どうだったでしょうか。皆さんが今までやったことあるトレーニングだったと思います。でも、そのところのトレーニングをやっぱり意識して、やるのとやらないのは、最初に言ったように全然変わってきます。やっぱり一つのことを集中して、やることってすごく大切になりますので、まずはこれだけをずっとやるっていうわけではないんですけども、このトレーニングをやるときは、泳ぎのところとこれとこれがつながるんだっていうのを頭の中に入れながら、ぜひトレーニングをしていただけたらと思います。